本日ですけれども道の駅保田小学校にやってきました。こちらは廃校になった学校を道の駅に改装した形となっています。ここでは学校給食が食べれるので本日はチャレンジしたいと思います。まずは散策してみたいと思います。この辺は職員室の前の庭ですかね。まずは1階から散策します。1階の教室は食堂になっています。学校給食どこですかね。ちょっと教室を立ち寄りたいと思います。中はこんな感じで教室になっています。里山食堂を見つけました。メニューは給食のメニューです。保田小給食を頼みました。席周りはこんな感じです。できました。こちら学校給食ですね。銀食器が懐かしいです。こちらはスープカレーですね。ウインナーとハムカツ、クジラの揚げ物です。クジラは珍しい。あとはサラダとご飯、おしんことなっています。味もとっても美味しかったです。お腹もいっぱいになったので2階を散策したいと思います。この階段も懐かしいですね。よくジャンプとかやってましたよね。2階に登りました。2階に入るとまず水道があります。上に向けてよく水を飲んでましたね。こちらは教室が並んでいます。2階の表側になります。この辺はベランダであったところでしょうかね。道の駅保田小学校でした。それではバイバイ。